3月5日、3月5日、中国では人民代表大会が始まりました。開会の挨拶で、温家宝首相は、インフレや食の安全、不法な強制立ち退きなど、庶民が強く訴える重大な問題に対し、政府はまだ根本的に解決していないと述べました。また、悪化の一途をたどる貧富の格差や官僚の汚職は、すでに市民の強い恨みを招いたとも認めます。これを受け、中国政府は公共の安全のための予算を増やしています。これは中国では維持安定と呼ばれます。今年は6244億元に達し、国防予算の6011億円を上回りました。伸び率も 21.5% で、国防費の伸びの 12.7% を超えています。維持安定の予算が国防予算を超えている点について、時事評論家の丁少氏は、国民の不満など内部の脅威の方が外部の要素より深刻なことがわかると分析。去年は5日に1回の割合で社会の危機事件が起こっています。